い、どうも、パテモス協会でございます。本日は、マルちゃん製麺、うまくく豚骨醤油。前はなんか濃厚豚骨醤油みたいなのやったと思うんですが、上だったみたいなと。あと、肉まん1個でございます。はい。ちょっとここ数日、ぐーたらしてたんで、ちょっと控えめにしてます。ぐーたらしてましたわ、ほんとお盆休みね。というわけでいただきます。多分もうそろそろこっち大丈夫やと思うな。うん、前のやつは美味しかった。うん、美味しかったね。今回どうやろう、まあ、美味しいでしょ、マルちゃん製麺しね。皆さんお盆休み終わりましたか？月曜日までの人見ますよね。いいですよね、月曜日から仕事の人とかやったら。ちなみに私今日から働いてます。お盆休みは本当ドラクエしかしてませんでした、ね、ドラクエと甥っ子姪っ子の相手をちょろっとして、アニマルとかサボってるんですけど、水槽2つほど始めましたね。多分紹介動画はないと思うんですけど、すごいなこの粉、なんか背脂みたいに浮いてる。すごい真っ白よ、油かな、何やろ、すごい白いんですけど、見えかな、めちゃくちゃ白い。うん、これ大丈夫なの、上澄み飲んで大丈夫なの、これ粉が溶けてないだけかな。まあいいや、飲んでみます。あ、おいしい、おいしいです。いや、だけどこれ粉溶けてないんじゃない、召し上がる直前にお入れくださいのはね、あんまなんか溶けてないんで、溶けてない感じですね。いただきます。今日はちょっとコメント返しもさせてもらいます。だいぶ返してなかったけど、お盆中一回も返してなかったけど、いただきます。うん、普通のマルちゃん製麺の醤油の麺の方が美味しいと思います。やっぱこれつるっ、なんやろな、いい麺っぽいんやけど、なんかスープとの兼ね合いが、前も言ったけど、うん、ちょっと惜しいな。でもうまい。うん、替え玉したらいいと思いますね。マヨちゃん製麺の醤油の麺だけとかね。もうちょっと食べたい人は。うん。あ、肉まんいただきます。ああ、すごい。うまそう。からしもあるんで。中、パカッと割ってやってもいいけどね。いただきます。うん、おいしい。肉まんって久しく食ってなかったですけど、最近よく食べてるんで、ここ1週間ぐらいね、うん、美味しい、やっぱり。あ、ちょっと待ってください。弟でしたわ。熱っ。うん。お盆中に8個ぐらい食いましたね。うん、うん、まい。
スープうまいの。こっちの方も美味しいかも。意外にあっさりしてて、前のやつより。うまこく豚骨や。豚骨醤油か。ペットボトルがこけた。あかん、胃が熱い。うまい、スープ。ほんまスープうまい。おいしいです。よし、もうスープはこれぐらいにしとこう。うん。というわけで、パテムス協会。まるちゃん製麺、うまこく豚骨醤油と肉まんを1個だけ食べました。美味しかったです。ごちそうさまでした。というわけで、コメント返しの方させていただきます。どっからかな？おそらくここ焼きナポリタンぐらいからいきますね。あの重複してたらごめんなさい。喋らんと食べてそういうのもありますんで、あのうちのチャンネルのホームから関連チャンネルぐらいから飛んでいってください。飯吉 H チャンネル、うん、そっち見て。そっちは、ね、完全喋ってません。あとはまあシンプル飯っていうやつがありますね。そちら見てください。ここでのコメント初めてです。ありがとうございます。バーナーすごい。家にもあるから今度やってみよう。やってみてください。僕は冷凍パスタしか作って食わないんで今度作ってみたいですと。シーフード好きの手さん、日清イカスミシーフード、それね、言われるんですけど、いや買わないです。買わないかな。食べる前パスタを溶接してますね。うん、俺の料理パスタが一番うまそう。まあパスタねよくやるからね。焦がすことによってチーズの麺もねちょっとね香ばしくなって美味しいんですよね。ちょっと香りが首の何飛行石、いや違いますよ、あれは自由の翼です。ファイヤーから見せるところがいいんだよ。いやメガネは、ノンブランドです。手作りニョッキいきますね。ニョッキとかはいいかな。ありがとうございます。明太子ペペロンナポ参考させていただいてます。ありがとうございます。パスタ食べるとは窒息ギリギリ。美味しいですよね。だけどね。楽しい動画ありがとうございます。ああ、こちらこそありがとうございます。はい。トロンチーズ美味しそう。美味しかった。うちの猫2匹は元気ですよ。ぐでんぐでんになってますけど。なんでバーナーパスタやるの？焼きナポリタンだから。ドラグナーシキナパテさんのネックレスでロトの持ち主、確かにそう見えてくるかもしれないね。はい、ロトではないです。次、すするのやついきましょうか。ボリューム、最低にそこ。カメラチラチラ確認しながら、もっといいな、カメラ確認が見てると気になる。もう確かにね、俺もね、それでもちょっとある程度カットっていうか、その画角をちょっと狭めにしたんですけど、
まあ、やっぱりすみません、あのね、もう最近でこそちょっとこれピン固定してるんですけど、あのマニュアルフォーカスにしてピン固定してるんですけど、前はちょっとオートにしてたんで、もうどこにあってるかわからないから確認してないと、もうずっと最初から最後までボケてるとかあるんで、まあ、それをちょっとあの対策するために見てましたけど、まあ多分今度からないと思います。はい、このシリーズ大好き待ってました、ありがとうございます。もう一個 その先ほど言ったメシオ CH っていうところでもあの上げてます。そっちはアルファベットの、英語 あの字幕もちょっと入れてます。はい、ですので、まあ、そっちは完全にそのチャンネル全く喋ってませんので、はい、いただきますぐらい言うかもしれないね。うん、すする、うん、カップラーメンをバリバリ食べるのは体調が良い証拠だ。そうなんかな。強烈体調悪い、すぐに食べて吐きます。ああ、まあそれもあるかもしれないね。二日酔いの時食いたいなと思って食うけど、結構苦しい時ありますね。メシオ CH と両方アップするスタイルっていうのは基本的にはメシオ CH だけでもいいんですけど、まあ一応その時って昼飯の動画をこっちで上げないんで、まあこっちも上げとこうかなっていうぐらいの、うん、感じで上げてるんですけど、まあ両方開けてますね。まあ字幕あるかないかだけの話ですけど、うん、ねんねんしたくなります。してください。カラカラ王で焼きラーメンとごま塩ご飯。はい、食うまでがないけど説明いらないから、本当それ。本当それって何、これどれに書いてあるの？あくまで横、うん、まあまああるある、うん、そういうことあるよ、うん、説明流しいただきます3回し、飯ありが下手すぎ、うん、なんで飯動画やし、俺喋りの人ちゃうから、うん、うん、まあええやんこういう人もあったらええやん、うん、お前が見たやつ見ろや長かった喋りがうまいやつのとこ、うん、お前に合わせて作ってないからどうか、はい、じゃあ行きましょう、うん、飯動画のコメント運行はやめていただけて、うん、まあ、まあどっちでもいいですけど、まあ、あの 俺が自分で見ることないんで、見てる人がね嫌やったら、まあうん、うんちマークつけない方がいいんかもしれませんね、うん、うかんとかそういうのすぐ行きたがるよね、行きたがるね、うん、ついてきたがるね。レッドシーフードヌードルにしました。レッドシーフードヌードル、うん、でもいいと思います。カラカラ棒はこれもちょっと辛すぎるんで、あのちょっとアレンジして焼きラーメンにしました。炭水化物好きです。暑い時には特に焼きラーメン超美味しそう。暑い時には特にいい感じ、うん、まあちょっと味変というか、いつも食べてる食べ方と違う食べ方っていうのもね、またなんかね、うん、いいと思いますけど、うん、日曜日からお盆休み、この間日曜日ですね、あっという間終わるんだろうな、いいですね、もうあっという間に終わりました。みんなでお出かけ動画見てみたいです。いやいや、そういうのは多分やらないかな、うん、カラカラはめっちゃ食べ、どこに売ってない、なんかだからかな、いやネットで売ってます、アマゾンでアマゾンで売ってますよ。焼きラーメンなんて初めて来ました。結構ね、美味しいですよ。やってみてください。うん。最近何食べても汗が出ません。デブですからね。うん。デブ汁が出てます。美味しそうですね。美味しいです。まあ、日記飯的な海苔をちょっと入れてはいるかな、最近。最近、まあ、昔に比べるとまた喋ってるよね。もう喋らなくていいかな、思いながら。あんま喋らずにしてたけど。何回もまた喋り出してね。うん。アングルいいですね、ありがとうございます。最近はゆかりやないんですか。夏にはゆかりの方がねいいって思いますが、ゆかり、あ、ごま塩じゃなくゆかり、あ、ゆかりがなくなったのかな多分、うん、はい、そんな感じだったと思います。ゆかりがなかったからかな。唐揚げ弁当のこれね、はい、あの柚子醤油がなかったやつ、絶対これコメント返しの方が長なるな、本編で言ってることが小さすぎて、大の大の2人、ゆずこしょうぐらい売ってるんだから買っとけばいいじゃん。3回とか4回とか言うなら分かっ、うん、お前長いのを買い取ること。分かってることで、それを買うところで買えば済む話、話題にするとかないわ。お前の書いてる意味がよく分かりません。っていうか、元からついてるもん。だから、単純に言うと、
ですね、まあ、チキンナゲットにあのソースがついてなかった時もお前は何も言わないんですね。ああ仕方がない、うん、ネチネチ言うのやめようっていうやつで、うん、そういうやつは結局店とかよくしないと思うんで、まあ、俺も別に言わないけど、うん、あるべくあるサービスがなかったからって言えないやつって、言えないって何とも思わないやつって、うん、多分気がちっちゃいんかな。まあいいですわ、うん、お前がそう思うんやとそう思うとけや。はい、そうだよ別に、あ2個つけてくれとかね3個つけてくれ言ってるわけじゃなくて、もともとついててそこの商品として考え、例えばこのカップラーメンスープついてなかったら言わないのかよ。ラーメンスープが売ってますけどね、 スーパーで、うん、バカだと思いますねこういうやつは。ただな、うん、ほっかほっか亭で伊豆醤油ついてるのそれあかんでしょ。だってほかほか亭の唐揚げっていうのはやっぱ伊豆醤油ついてんのは当たり前やからね、うん、伊豆醤油ついての唐揚げ弁当とかあるからね、うん、ゆず醤油はオプションですって言うんやったら別にいいよ、うん、本当にね、うん、ゆずあの人が来たら2回に1回種なし推奨とかやられてんのかな、うんうん、まあ別にええけどそれはそれ動画のネタとして、うん、なんか最近最初のぐちぐち1点一気に嫌気がさせてチャンネル登録解除しました、グッバイ。いいよ、うん、余裕で余裕、全然チャンネル登録解除してください。むしろ君みたいな人言いません。うん、ほんとさ、なんかお前がいちいちチャンネル登録する解除するのが俺に関係ないから好きにしてくれよ、うん、いちいちアプローチ アピールしたんやったらね変えたらええけど、うん、何の影響もこっちにはないんで、はい、マクドのセットとあの家帰ってきたポテトがなかったから、それはそれもまあ確かにそういうことですよね。マクドナルドのセット買ってポテトついてなかった、うん、ポテトぐらいその辺で売ってるし買っとけばええやとかいう、うん、最初コメントから言ったらバカみたいなこと言わないですもんね、うん、そういうことだと思います。まあ、電話とかはもうとりあえずもうその場で食えへんでしもういいや、うん、すいませんでしたって言われて終わりだと思うからさ、うん、まあ言うとしたらまだこの間ついてなかったですって言うかもしれない、今度行った時それぐらいあるかもしれないけどね。たまにはやっちゃうこともありますよ、人間のはまあ悪いのは悪いけどきつく言わないで、メンタルやられるから。いやもう結構しょっちゅうやられてるから、うん、まあそこまで怒ってないよ、ネタとして言ってるだけやから、ネタみたいなもんですよ、よかったことを喋ってるだけですか、それはね、うん、まあだけどないもおかしいでしょ、なかったもんな、事実を言ってるだけで、うん、作り話してるわけじゃないよね、うん、ゆず醤油がついてるの関西だけ、マジか、もともとついてないから重大さよくわからない、唐揚げだけでも味ついてるのに醤油かけてる、いやゆず醤油かけて意外に美味しいですよ、一回関西の食べてみてください、はい、このトラブルご飯食べてから取りに行って次のトラブルに保管それもいいけどもめんどくさいよねそこまではね、うん、別に店名出してディスってるわけじゃないんで、何々店とか言ってるわけじゃないんで、これは、うん、自分的に甘口の赤いきつねの方がいいです、どん兵衛がしょっぱく感じ、ああそれは確かに思うかもしれない、ね、揚げとかも甘いもんね、うん、あ手作りだし醤油ね、別にそれでもいいんやけどね、あるかないかってはないのは困りますよね、うん、またでしたよまた毎回なんで店舗で確認して、普通確認する、じゃあじゃあついてるもん、当たり前についてるもんをわざわざ確認するのもおかしいでしょだってついてるのが当たり前もん、ついてない方がおかしいんやから、それだって基本的には確認しないでしょ、信用して買い物してんやから、だから後からだけどそこでついてなかったら取りに行くっていうのは向こうのミスやけど、少なくともミスしてるかもしれんと思って確認はね、俺はまあだから何回もされてんだけどやったらいいんやけど、まあ一応してないです2個つけてって言うんや、そんなもん有料だったらじゃあいいやとか、そんなもんあるんやね、うん、まあ絶対いるよね、関西の人はほかほかで行ってる人は多分絶対分かると思う、ゆず醤油いると思うよ、うん、まあだけどええやん、動画のネタとして、ネタっていうかしゃべネタとまで思ってないけど、今日あったことの話の一つとしてね、うん、こんな感じですよ、うん、まあまあポン酢っていうかね、あの酸っぱい醤油で食べたかったから、うん、まあね、ポン酢と醤油でやりましたけど、うん、唐揚げにマヨネーズでは食べないですね、あんま食べないですね、唐揚げ丼とかするともしかしたら、うん、つけるかもしれんけど、うん、そういうの本部はええで、まあいいっすよ、もうそこまで、うん、やるほどでもないかなと思って、うん、絶対大型です、はい。
そう、もう他面を取ったとき、多分そこの店やったらもう受け取った時点で確認すればいいと思うけど、前しでかしてたおばちゃんがもういい日から意外に安心しちゃってたよね。うん、カップ麺と弁当が日本人の極みって、まあ確かにね、うん、なかなか外人では見ないかもしれないね。うん、痛風だな、痛風かな、うん、今度病院行ってくるわ。ゆずポンでも買っときましょう。いや、ゆずポンはね、あります。だし醤油とポン酢でうまいんだ。いや、もう普通に美味しいと思いますよ。うん、はい。で、冷や飯とカップ麺、うまいっすね。確かに。ああ、だけどあんまやらへんかな。ちょっと続いた。冷や飯とカップ麺はあんませんない。あの、お弁当の、スーパーとか売ってるとか、お弁当の冷や飯とカップ麺は合うと思うんですけど、わざわざ家で冷や飯してまでは、私は食べないですね。うん。こんな感じですね。まあ、寛大な方がいらっしゃるんでね。驚いたわ。ゆず醤油なかったって、いちいち言うほどでもないとかっていうね、寛大な。まあ、そういう人のやつは毎回なかっても怒らないんでしょうね。はい、というわけで皆さんありがとうございました。ちょっと暑かったです今日も。暑いコメント開始になりました。というわけで多くのコメントありがとうございました。また開始していきます。バテマス協会でした。